今回は森内さんとはピリ辛炒めの切り方をお伝えします。松井さんの味をご家庭でも簡単に参入できるようなレシピを考えています。肉の旨味が絡んだシャキシャキのもやしが癖になりましたですが、それでは作っていきましょう。材料はもやし1袋、豚肉切り落とし 80g、人参 15g、ニラ4分の1束、おろしニンニク、生姜少量です。味の決め手となる醤油ダレを作ります。砂糖小さじ2分の1、酒大さじ1、醤油大さじ2、味の素を小さじ2分の1、ラードを小さじ1です。これを電子レンジで1分加熱します。これで町中華の味の決め手が簡単にできました。豚肉におろしニンニク、生姜を絡めておきます。大さじ1の油を鍋に入れよくなじませます。そうしたら豚肉を入れ炒めていきます。肉の赤いところが見えなくなってきたら、人参と豆板醤を小さじ1で炒めます。もやしを入れ炒めていきます。もやしがまだ少し固めのうちに醤油ダレを入れ炒め合わせていきます。醤油ダレを鍋肌から回し入れたらニラを入れます。辛みを効かせるため黒胡椒を振りかけます。最後にごま油を回し入れ、香りをつけます。さらに盛り付けます。これで町中華の味、もやしと肉のピリ辛炒めの出来上がりです。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。